高林祭役、小松菜奈さん、お願いいたします。こんばんは。高林祭役を演じました小松菜奈です。今日は完成披露にお越しくださり本当にありがとうございます。今見てもらった後ということで、なんかどうだったかなってすごくこうずっと気になってはいたんですけど、この企画のお話をいただいてから本当にすいません、本当にいろんな物語があって、なんかこうして完成できたこと、今ここに立っていることを本当に嬉しく思いますし、なんか感無量というか、本当にこの1年みんなで前を向いて生き続けたこの1年、映画余命10年がこれからたくさんの人に届くように、届いてほしいと心から願っています。本当にこの日を迎えられてとても幸せです。今日はよろしくお願いします。小松さん、ありがとうございます。さあ、続いて真鍋和人役、坂口健太郎さん、お願いいたします。真鍋和人役の坂口健太郎です。今日は、ありがとうございます。本当に去年から一昨年か、この作品に携わってきて、こう初めて、見ていただいたお客様の前でこう話すんですけど、なんかすごく宝物のような時間でした。撮影してる時、本当に生き切ったなというか、完成したものを見ても自分でもここまで感情があふれることがあるんだな、ちょっとそこにも驚きはしたんですけど、この作品で、まつりちゃん、和人、いろんな周りの方々の本当に愛にあふれた作品になったと思います。今日は短い時間ですけど、この映画の良さを少しでも伝えられたらいいなと思います。よろしくお願いします。岩口さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。続いて富田健役、山田由紀さん、お願いいたします。富田健役の山田由紀です。皆さん多分今見てもらって、すごくいろんなものを感じ取ったと思うんですけど、一足先に僕は試写でこの作品を見させていただいた時に、そのタイミングがすごく自分の中で落ち込んでたり悩んでたり考えたりっていうことがすごく自分のこの中の負の感情がすごく渦巻いてる時にこの作品を見て、あ、ただ生きよう、強く生きようって、なんかすごくそれを思えた作品で、なんか本当シンプルなその気持ちでいいので、そういうものがたくさんの人に届いてくれたらいいなと、本当にそれを願っているというか、なので今日多分たくさん今日見てもらった人には届いたことが、届いた気持ちが、思いがたくさんあると思うので、なんか今日はそれを受け取って帰っていただいて、なんか公開まで楽しみにしたいなと思っています。今日はよろしくお願いします。山田さん、ありがとうございます。お友達と1年を通して行事をごとで集まって遊んでるっていう感覚は自然となんだかすごく皆さんとの時間の中でできていって、でもその中で個人的に小松さんとは前に作品ご一緒して、プライベートでも仲良くしていただいてたので、そのすごく大変な役を本当に減量もしながらすごく真剣に向き合ってる姿を隣で見ながら、なんだかこう仲間としても、ずっと知ってる友達としても本当にかっこいいなと思ってましたし、1年の中でこの撮影中もなんだかこう自分自身がへこんじゃうこととかいろんなことがあっても大変なのに、私自身すごくナナに相談したこともあったし、支えられたことがすごくあって、その姿がみんなとの楽しい時間と、なんかこれだけ向き合ったみんなの時間がこの一本の映画にすごく詰まっているなと見た時に思ったので、すごく見た時はいろんな気持ちがはい溢れてしまいました。4人のシーンは割とこう楽しいシーンが多かったですね。この海で撮影をしたりとか、カズとのシーンで4人でご飯食べながらトランプしたりとか、だから今回本当に点描がいくつかあったんですけど、なんかそこでちゃんとこの時間の経過を4人でこうお芝居してる時なんかすごく感じるんですよね。いつの間にか2人がちょっといい感じになっててとか、なんか4人の撮影はすごくニコニコ、和気あいあいって言っちゃうとあれなんですけど、なんか楽しく撮ってたっていう印象はありましたね。僕がトランプで負けまくるんですよ。絶対勝てないババ抜きをしたりとか、なんかそんな感じでしたね。楽しい。もうタケルがなんか桜のお花見のシーンでなんか桜も満開俺も満開って言ってましたそれにすごい笑って言ってた。なんかそのタケルの存在ってすごいやっぱりこの4人でいる中でも大きかったので、なんか常にこう笑わせてくれるというか、アドリブはめちゃくちゃ大変だったと思うんですけど、なんか声の部分も使ってほしいなと思いながらたくさんでもすごい勇気くんめちゃくちゃ喋ってた。いや本当にそう多分台本の文字量よりかはアドリブの量の方が喋ったかもしれないですねはいそうそういやもうなんかこの松井という役を演じ終えた後はなんかもう抜け殻状態だったというか、すごい燃え尽きたなっていう気持ちがすごい大きくて、なんかすぐにこう次の仕事に進めないぐらいなんか不思議な時間だったというか、なんか自分の人生とあとその役の人生、なんか本当に両方が重なって本当2つの人生をこう歩み続けたっていうのが、なんか今までにそういう役はなかったので、すごくなんか大好きな現場でしたし、ここにいる皆さんと一緒に一つのこの大切な作品をなんか作れたっていうのは本当にかけがえのない、自分にとってすごく宝物になりました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、オフィシャルです。おそらく皆さんカメラマンのジャッキーの T シャツに笑っていらっしゃるんだと思います。はい。